三国ワールドスタジアム北九州は福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目にある球技場。命名権付与前の名称は北九州スタジアムで北九州市スタジアム整備等 PFI 事業により整備された。入り口には北九州スタジアムの名板が刻まれている。日本プロサッカーリーグギラバンツ北九州がホームスタジアムとして使ってきた北九州市立本場。 陸上競技場は北九州市で最も大きな陸上競技場、研究技場であるものの芝布石を除いた収容人員は1万202人であり、J1 のスタジアム基準の収容人員に満たないことや、アクセス面の問題など、見るスポーツの施設としての不備が多く指摘されていた。こういった状況を受けて、北九州市は市民に夢と感動を与え、豊かで活力ある、 北九州市の創出につながる、見るスポーツの機会を提供するため、プロアマ問わず、サッカーや、ラグビーなどのレベルの高い試合や大会を中心に、開催できる施設として、国内機の北500メートル、北九州国際会議場を北隣、西鉄バス北九州、浅野自動車営業所向かいの新日鉄住金、アパマンショップホールディングス所有地に、新たに収容人員2万人規模の、 球技専用スタジアムを建設することを計画。市の公式資料では、ギラバンツの新しい本拠地とすることについては、直接触れられていなかったが、2010年11月17日に、北九州市長の北橋賢治が行ったスタジアムの基本方針を発表する記者会見での質疑応答では、同スタジアムをギラバンツのホームスタジアムとして活用することを念頭に置いた、やり取りも行われた。 建設場所の選定にあたっては、国内北口地区、スペースワールド園内、八幡駅北口の3カ所の候補地から選定された。市では建設場所の選定にあたって、交通アクセスの優位性、周辺の商業、業務、駐車など様々な都心機能との連携を重視して、選定したとしている。市では本スタジアムの建設により、年間11億円の経済効果を見込んでいるが、 この試算について、北九州市の公共事業評価委員会で、前提条件をめぐって異論が、相次ぎ、試算のやり直しを求められた。なお、スタジアム建設計画については、ディラバンツ北九州社長の横手敏夫は、規定路線であると語っており、基本計画、基本設計の段階で市の、第三者委員会の審査を受ける必要があることを、説明している。 2012年8月18日、北九州市は新旧議場について、具体的な整備方針を明らかにした。2010年に発表された、施設の概要を具体化したものであるが、観客席が傾斜角40度以上の全面二層式となること、整備手法に PFI 方式が採用されること、建設候補地の基礎調査並びに PFI 事業者の選定が行われた後、 2014年から具体的な設計、建設工事に着手することなどが明らかとなった。2013年2月28日に行われた北九州市公共事業評価に関する検討会議において、建設コスト縮減の観点から、スタンドの一部が会場にせり出す構造となっていたものを、隣接する都市計画道路、朝野町あたご線を西に移設して、 当初建設時の構造物をすべて陸上に置く修正案が北九州市から提示された。これにより建設費用が約89億円に縮減でき、建設に支障となっていた国土交通省九州地方整備局関門航路事務所のポンツーンの移設も当面不要となるがバックスタンドの規模が大幅に縮小され、収容人員は1万5000人規模と計画を 改めた。なお、バックスタンドについては、海上部に拡張できる構造とすることで、将来的に2万人規模のスタジアムとすることを想定しているという。この修正案について、北九州市公共事業評価委員会が、いろんな市との方針を示し、同年6月25日に、北九州市は、この修正案に基づいて2016年度の会場に、 向けて、建設事業に着手することを正式に表明した。建設費89億円のうち30億円程度を、スポーツ振興区時の助成金で賄い、残りは主催を充当する予定であるという。なお、この計画変更に伴い、一部が道路用地になる、西鉄バス北九州朝野自動車営業所は、閉鎖の上で、青葉一丁目の西鉄観光バス、 北九州市社敷地内に移転した。2014年7月15日、北九州市は、北九州市スタジアム整備等 PFI 事業に、唯一応札のあった旧電工グループを、同事業の落札者に決定したと発表した。契約額は、設計、建設、及び施設完成後15年間の維持管理、運営費を含む費用として107億2762万9704円。 市設計が詳細設計と工事管理を担当し、奥村組、若地区建設、旧電工の JV が建設を担当、水野と日本施設協会が維持管理と運営を担当する予定となっている。6社は事業主体となる株式会社ウインドシップ北九州を設立し、北九州市と契約を交わしている。二千十五年四月十六日に着工式が行われ、一年九ヶ月、 あまりを費やし2017年1月31日に完成、施行した旧電工グループから北九州市に引き渡された。なお、年間の維持費は借地料込みで1億5000万円の見通しである。2017年2月18日にスタジアムのコケラ落としとしてサンウルブズ VS ジャパンラグビートップリーグオールスターの東日本大震災、熊本地震復興支援。 チャリティーマッチ、ホー,ールチャリティーマッチ2017が行われた。3月12日に開催される2017明治、安田 J3 リーグ第一節のギラバンツ、北九州 VS ブラウブリッツ秋田戦を、グランドオープンと位置づけ、完成式典、オープニングイベントが行われ、入場無料のイベントとして開催された結果、 当時の J3 リーグ最多となる14,935名の観客を集めて試合が行われた。12月24日には同じ北九州都市圏に本拠地を置いているジャパンラグビートップリーグ、村方サニックスブルースのホームゲームが行われた。2019年11月にはトースタジアムで初となるサッカー、日本女子代表の国際 A マッチが開催された。 天然芝フィールドの西側に配置されたメインスタンドと南北に配置された量。サイドスタンドは屋根付き全面に層式で東側のバックスタンドのみ屋根なしの一層式。前述の通り将来の会場への増築に備えてバックスタンドの大きさを最小限としており海までの距離が極めて近い。プレイ中のボールが海に飛び込む可能性もあるが 設置コストとボールの不法投棄防止を考慮して、あえて防球ネットを設置せず、ボールは試合の運営主催者に自ら回収させるという。海からの近さゆえに、バックスタンドコンコースには、魚釣り禁止の注意書きが設置されている。スタンド最前列から、タッチラインゴールラインまでの距離は8メートルしかなく、さらにフェンスの高さも65センチメートルしかないため、臨場感を味わえる。 ナイター照明は、バックスタンド左右日記の照明灯とメインスタンド屋根に取り付けられた大円外仕様の LED 投稿機244台を使用する。また、本場陸上競技場になかった大型映像装置も備え付けられた。西ゲート2階には、オープン前年である2016年の2月から12月末まで行われた寄付金募集における参加者の企業、 団体44グループと728名の個人名を名盤に綴った記念杯が置かれている。場内には東東、東方チタニウム、福岡イルブなどの地元企業からの寄付により施設が整備されているほか、地元製品を PR する街角ショールームのコーナーが設けられている。会場時点から命名権が導入されることになり、 2016年9月15日から10月21日の間に共産企業、団体を公募し、契約近年3000万円以上、北九州の氏名は必ず入れることなどを条件として、スポンサーを募った。2016年11月2日、ネーミングライツスポンサーが、ワールドホールディングス参加の不動産会社、三国に決まったことが公表された。具体的な名称は、 同社と調整が行われた結果、12月27日にスタジアムの愛称をミクニワールドスタジアム北九州とすることが北九州市から発表され、その場でネーミングライツ契約が調印された。期間は2017年2月1日から2020年1月31日までの3年間で、契約額は年額3000万円。 2020年2月1日から2023年1月31日までが3年、契約延長した。なお、主催団体の方針で命名権が除外される場合があり、その場合は正式名称である北九州スタジアムを使用する。北九州市への統合型リゾート誘致を目指す北九州市 IR 推進協議会の動きに関連し、複数の事業者が北九州市における IR 事業構想を表明しており、このうち香港の事業者が2019年11月に北九州市へ提出した企画書では本スタジアムや西日本総合展示場、北九州国際会議場などを国来機北口エリア一帯を IR 施設として再整備する構想が示され、東スタジアムとは別の施設を配置した上で約300メートル西側の地点に サッカーや野球など多目的に対応する全天候型屋内施設を建設する内容が提案された。一方、北九州市は既存施設をほとんど取り壊して大規模施設を建設する内容に難色を示し、2020年1月30日に現行の IR 整備法の下での IR 誘致は見送る方針を示した。ありがとうございます。